あれ、はい、ちょっとね、家の外工事してるんでうるさいかもしれない。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さらちゃん見てるくるぶしです。はい、ということで始まりました、くるちょもチャンネル、本日もですね、元気にソロでお送りいたいと、一人でもやれることをやろうと思いまして、久々にちょっと、一人でエロをやろうと思います。こういったものを見つけてきました。それをご紹介します。それはこちらです。ニップルクリップバケット。はい、ということですね、ニップルクリップバケツ、バケツの重みで乳首攻めという感じで、いやーこれはね、なかなか攻めたパッケージです。乳首にですね、あのクリップを挟んで、その下にバケツがついてると、まあまあそれがちょっと 重くて、まあ、乳首が気持ちいいみたいな、感じらしいんですけど、なんかこのバケツに何か入れてもいいんですね。砂利、水、ローション、石、尿。ゆっくり荷重をかけるもよし、一気に荷重をかけるもよし、使い方いろいろということです。これはなんかちょっと何も用意しなかったな。と早速これ開けてみましょうか。それでいきましょう。レイゴー。ちょっとユーチューバーっぽくね、カッターでちゃんと綺麗に。厳重だなおい、厳重なテーピングだなおい。よいしょ、ほいほっ、あ、箱を開けた、また箱が。こんな感じ、バケツ。あ、もう完成されてますねこれ。ちょっと怖いなあ。言わずと知れた、僕はね、あの性感帯が乳首なんですけど、そこまで M じゃないからね俺、言っとくけど。でも今日で目覚めるかもしれない。開けたらこんな感じ。つまみ結構しっかりした作りですね。思ったより、なんかおもちゃっぽいのかなと思ったんですけど、結構ちゃんとできてる。はぁ、あ、憂鬱だぜ。結構男性でもやっぱり乳首攻め好きな人多いんですよね。まあ僕ももうそうなんですけど、もう乳首歴もう20年ぐらいなんで。でも、乳首を何かの道具で刺激したことがないんで、ちょっとこのさ、このテイストのこのバネ、ちょっと怖いな。なんかね、先がしかも、なんていうの？あの、このね、この白いゴムのとこに、なんかね、イボイボみたいなのついてるんですよ。これ、まあ、滑り止めなのかな？なんだかちょっとわかんないですけど。じゃあ、やりましょうか。いやー、チョモちゃんにもやってほしかったな、これ。じゃあ、早速ですね、こちらの、ニップルサックバケツ。首の方につけてみたいと思います。じゃあ、早速、つけていきたいと思います。あれ、どこだっけ、俺ちゃん。で、あめっちゃ痛い。こんな痛いの？え？重みがどうとかじゃなくて、このつまみがめっちゃ痛いっすね。やばい、ちょっとこれつけらんないかも俺。で、一応、このバケツのね、中にちょっと重みを後で入れてみようかなと思って、あの今コロナ禍、このハンドスプレー、マスクスプレー、この2本をね、カッと、入れてみようかなと思います。こっちから、こっちがね、俺あんま感じない。感じないと言いつつ痛い！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 ちょっと待って。ああ！これ大丈夫なやつ？誰だよこれ考えたやつ。もう一気にパンパンってつけちゃおうか。じゃあ、あー、いって、でいくよ。あー、あー、一個ついた。
とですね、このアルコールスプレーを入れようと思って、ジュニア、お父さん頑張ってるやろ。ニップルクリップバケツ、乳首つけてみましたけれども、相当痛い痛い。これ慣れるとかあるのかな。挟む時点でマジ死にそうになるくらい乳首にそこまでの刺激を与えたことはないんで、こんなに痛いもんだと思いませんでした。あのもしちょっと乳首がすげえ感じて、こうおもちゃを探してる時にこれを見つけた方、ちょっとね一回とどまった方がいいかもしれない。耳でもマジで痛いです、ね、あのこれね、あのドンキで1400円ぐらいで買いました。痛み快楽だったら、もうちょっと快楽もあんのかなとか思ったんですけど、全くないです。痛みしかなかったので今日はですね、ニップルクリップバケツ買ってつけてみた、お送りしました。ありがとうございます。久々にエロだったよ、ありがとう。YouTube って大変ですね。